続いては本当の話<ー>男女家庭編ということで<ー>結婚制度のお話です。 前回離婚のことにもちょっと触れられたと思いますけれども今や3組に1組が離婚する時代最近は結婚しない人が増えたり晩婚化が進んだりしたことで母数が減って2組に1組になっていこうかという勢いだそうですけれどもそもそも3分の1がダメになるというのは制度として破綻しているかあまり人間性に合っていないのではないかというと乱暴でしょうかと先生はどのようにお考えになりますかという質問。 さんこの部屋に破綻の人がいるんですけどよろしいでまあね極端な方たちが集まってるっていうね私たちの番組スタッフですから一般的に照らし合わせてはどうかなというふうにはこれは放送ですからあくまでも僕は一般的な社会として喋ると決してこのスタジオにいる人個人を思い出して言ってはいけないそういですねえとね基本はね男女ともそうなんですけど。 結婚でもそうですしそれからこういう放送でもそうですけど自分が得をするように考えて何かをしちゃいけないわけですよ。うん、そこの基本があるわけですね。はい、僕が最近言ってる落語がそうです群れがそうですね。あのう猛な肉食動物が餓死するときに自分の仲間の動物がそこで死んでるのにそれを食えば食べれば えー、命ながらえて危機を,を避けることができてもそれを食べないで自分が死ぬわけですね、うん、それは何を言ってるか動物ですよ動猛なそれは自分よりか仲間が大切なんですよ、うん、それで生物っていうのは仲間とともに生きているわけですねですからまあちょっと差し障りますが、えー、ちょっとこれは差し障るというか全然非難なことではないんですけどね、えー、動物のオスは 戦いに負けたら怪我してなくても自殺します。餓死です。それからメスは生理が終わったら子供を産めなくなるので餓死します。自分で餓死します。食べなくなって餓死しますね。というのは自分の命を捨てて群れを守る。これが基本的な生物の生き方なんですね。それでお釈迦様もイエスキリストも同じこと言ってるわけです。結婚するときに相手が幸福になるということだけを考えて結婚しなきゃいけないんですよ。 ねうん、ところが桃子さん、はい、結婚して俺がどういう得になるなんて言ってるバカがいるんですよ。<laughs> 得にな,るはずねじゃないかとね相手の奥さんが幸福になるために結婚するわけだから、うん、当たり前ですよ、うん、だって群れか家庭っていうのは一番強固な群れじゃないですかだから奥さんも旦那が幸福になればいい旦那も奥さんが幸福になればいい、ね、それで日常生活もお金も全部やるわけですから。 自分が旅行に行くよりか奥さんが旅行行った方がいい。あ,あね、僕はサラリーマンで一日五百円の飯を弁当を食うのが大変だけど、家に帰ってみたら家内が今日の昼食は安かったわよ。そお寿司美味しかった。いくらあった三千二百円。これであ良かったねというのが夫婦なんですね？それが夫婦っちゅうもんだ。友達もそうですよ。友達だって自分が得するから友達になろうなんてやつは。 友達に恵まれませんよね。国家もそうですよ。特攻隊で死んだ人は多分あれ。全然苦しくない。あ、それね。動物はだからね。死ぬ時苦しくないんですよ。自分のために死ぬのが苦しいんです。だから離婚する人はね。自分勝手で離婚した人はね。多分死ぬ時苦しみますよ。だからあんまり心配したことないの。ちゃんとね。ついつが取れてるの？もう最もいけないのが、そのなんていうか。西洋風のね。 西洋風の考えで自分自分っていうのはないんですよ動物には群れがあるだけでねだから群れのために頑張って初めて嬉しいだから家族が自分が持ってきたお土産を家族が食べて自分にはくれなくてそれで家族からメールであのお土産は美味しかったって言ったら自分が嬉しいこれですよそれが一つねだから結婚っていうのはね生物は子供ができないとね死ねないんですよ。 それは自分の子供じゃなくてもいいんだけど、社会全体とした子供がいなきゃダメなだめ。だから子供がいる人いない人いるんだけど、社会全体とした子供ができるためには。まずその活動に参加せんといかんですよ。義務として。だから結婚が遅いとか、俺は結婚が嫌だんっつったら。それは税金倍に納めてもらいけない。ね。それだって。日本人の子供たちが一人もいなかったら。僕ら生きていけます。ね、僕なんか毎日焼酎飲んで死んじゃいますよ。 ね、子供がいるからそれが望みなんですで他人のこと生まれる人と生まれない人いるからそれは戦場に行ったって兵隊であの相手を殺せる人もいれば殺しそうになって自分が死ぬ人もいるじゃないですかそれは結果なんですよねだからやっぱり、うんうん、集団としてやるべきことはねそんなケチなこと考えてなんだ結婚すると金が少なくなるとかいうバカ男がいるんですよ。うん,だ,と言ったん、ね、だからそういうことはなくさなきゃいけませんね。 これで納得する方としない方いらっしゃると思いますがそれはもう個人的な見解というか、ね、受け止め方ということですので、ねはいまあ、何かの材料にしていただければということです。はい、ということでそろそろ先生お時間でございまして、はい、今日は何やら先生あの右手の方に「武器としての理系思考」という、ね、新しい本が並んでおりますけれども、はい、これはどういったご本になりますでしょうか、ねはい こういうい台がつくとは思ってなかったんですけど大体台ってい,いのあの著者がつけるんじゃなくて、はい、出版社とは言ってるけど本当は出版社の中に何ちゅうかライターがいてですね、はい、そのライターで名前をつけるのが得意な人がいるんですけどね、はい、これアップできないと。 後からまああ武器としてのだけどこういうところで宣伝しなきゃなんないっつのはまだ別としてなってないってこと。フェイクニュースを見分るというのがそう、ビジネス者僕のね昔から親しいねだいぶ売れた本もやってくれたビジネス社のね編集の方が作ってくれてねそれでなかなかねあのこういろいろ手伝ってくれたんですけどまあいい本まとまった本になりましたね。で要するにあのいかに騙されないか。 まあここに「嘘って書いてあってあんまり「嘘って言葉は嫌いな人が多いんですけどまあ今フェイクニュースが多いですからねどういう手段で僕がこう誤りを見つけてるかとまあいうことに参考になるかもしれませんのでまあ暇で困ってる人は買ってもらってもいいかなというふうに思います。